最近気になってるのはね、雪花ラミー、うん、ラミーさんちょっと最近気になってて、マイクラの面接の時とか、ほろ酔いアモンガスの時とかに、なんかちょっと圧が強いところを見て、なんか結構やるじゃんと思ってね、船長声のでかい女好きだからさ、そラミーさんとはちょっと関係をさ持ってみたいよね、一回ね、どんな関係になるか。ラミーさん、プル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 、もしもーし、配信してんじゃないですか。あれ、お気づきでなかった、配信中っすよ。配信してるなら配信してるって言ってくださいよ。イエーイ、映ってるよ、ラミちゃん、イエーイ、ピースピース、イエーイ、映ってるか、そっか、見てる。ちょ、ラミさんのちょ立ち絵出そうかな。ちょっと待って、今出してくるから、ちょっと待って。いや、ちょっとね、普段さ、あんまりさ、お話し、はいはい、したことないじゃん。話したことない、まあ、対話ではないですね。でしょ、ちょっとだからちょっとここでちょっとコミュニケーション取っていこうと思ってね、なんか最近、ほら、ほろ酔いアモンガスとかさ、はい、ね、面接とかでさ、うんうん、ちょっとさ、ご一緒してるからちょっと気になっていて、最近ラミーさんのこと。あ、これね、逆突してるんですか。あ、そう、別にするなんて思ってなかったんだけど、なんかノリでしてみた、ちょっと。あ、一人目です。あ、一人目っていうか、あやめ先輩にも声をかけたけど、無事断られ終了。、うん、なかなかね。あ、そうなんですね、人生うまくいかない。いや、ラミーさんどうですか、そう、ホロライブに入ってね、もう半年、どれぐらい。真面目な話。不真面目な話よ、不真面目な話。いいですよ、いいですよ。不真面目な話。ラミさんの、はい、じゃ不真面目な話ってなんだろう、性感帯ってどこ。あ、切っていいですか。嘘、冗談、嘘。じゃ違う話よ。じゃ分かった、じゃあ分かった。会話のリード権をラミさんに渡すわ。はい、何の話したい。いや、何の話した。あ、とりあえず乾杯してもいいですか。あ、いい、しよう。ちょ、船長飲んでるから、うん、そう、さっき飲んでるっていうから、うん、あ、じゃあお酒持ってきますねって言ったら、ホイッシーしてるから、あ、じゃあちょっと、聞いててくださいね。あ、うんうん、行きましょう。あ、いい音。おー、じゃあすいません、お乾杯の温度取ってもらってもいいですか。はっきよーい、残った。残ったノリがいい。飲みますよ。いただきます。ラミさん、何飲んでるんですか。オレンジジュースですよ。え、日本酒じゃないの。日本酒じゃないですけど、うんうん、ビールです。あ、ビール。あ、ビールも飲むんだね。そう、ちょっと変わったビールをいただいたので、うん、プレゼントで、アルチュー。いや、アルチューじゃないんだ。え、ラミーさんってさ、お酒をさ、いっぱい飲むではないですか。はい、え、酔うのって結構早い方なの、遅い方なの。いやー、物と状況によりますよ。なんかノエルとかってお酒いっぱい飲むし、しかも強いんだよ。うんうんうん、ラミーさんってどうなんだろうなって思って、ね、うんうん、今もう酔ってきた、回ってきた。そんなわけないじゃないですか。どんだけ早いんですか。え、ちょっとこの空気にさ、酔おうよ、ラミーさん、一緒に。この空気で酔うにはちょっともっとペース上げて飲まないとダメですよ。飲みますね。飲め。ちょ、これアルハラかな、これ。ちょっと先輩のアルハラ、これ一番嫌なやつ。じゃあそれ言ってきますね。ちょっと何言ってんの、圧。待って、そんなつもりじゃない。いや、勝手にさ、ラミーさんが勝手にさ、楽しくなって飲んじゃってるんでしょ。え、そうです。アルハラです。あ、かに先輩の扱い。違う、かけてない。優しくする。ラミー、優しくするよ。逆にでもなんかもっとボッコボコにしてもらった方が大丈夫です。あ、M なのねえ、ボコボコ。え、でもマリー先輩じゃないですか、M なのは。え、なんで知ってるの。なんで知ってんの、どこで知ったの。知ってますよ、マリー先輩大好きですもん。知ってますよ。本当に好き。好きですよ、大好きですよ。え、どんくらい、一番。あー、それはちょっとなんとも言えないけれども。わかった、あれしょ、ししろボタンなんでしょ、一番は。あ、でも、うん、先
もしかして、もしかしてだけ、もしかして先輩の中だと一番とかそういう話？いや、何も言ってないじゃないですか。そうそう、いや、照れんな、言ってみろってちょっと言ってみろ。言えないですよ、それはちょっと。いやいやいや、とか言って。いやいやいや、もしかしてラビーさんってさ、あれ M なの？どっち、え、じゃ S か M かで言うとどっちなの？あ、ラミー自身がですか？あ、そう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 。いやでも、うんうん、どっちでもないと思ってるけど S だって言われます。ってことは、じゃあもしかして船長にちょっと、ちょっと船長のことちょっといじめたいみたいな、そういう、そういう癖がある。いや、ないっす。ない、あれ。え、でも、なんかこのちょっと、あの、うん、なんて言うんですか、たまにその、うん、ゲームとかでちょっとへにょるときあるじゃないですか、うん、マリンって。ある、ある。ああいう時のマリン先輩はものすごい可愛いなと思います。あ、あ、な、ちょっと、何、いじめるの？いじめるって言ったらもうやだ。いじめるの？いいよ、分かった、いいよ、いじめていいよ。あ、別にそういう趣味はないんですけど。あ、ない。あ、ない。ないということで。なんかこう、ちょっとへにょへにょする時は、すごい、なんか可愛いなって思います。うん、こともないように、何事もなかったかのように、もうなんかまるでコラボ配信だったかのように、共にスタート。いいですか。判断が早い。YouTube なんでバンされたのね。ラビさん、ちょっと見解を聞かせてください。バンさん、ちょっと待って、コメント止まってる。ちょっと待って S とかいじめてほしいとか M とか言ってるからですよ。いやいや、そんなのさ、絶対バレてないって。そんな音声認識機能ないからね。言っとくけど、ちょっと待って、じゃああれですよ、お正月衣装が HT だからですよ、あの胸元が開いてて。そうなのかな。あ、それあるかもね。え、着替えた方が、え、そんなこと言ったら、じゃあ船長の正月衣装もう二度と使えないものになっちゃった。ナチュラルに話途中から配信始めるのやめた方がいい。え、なんで配信始めるよってさ、言った。配信始める。言ったけど。言った言った。今始めまーすって言いました。再開するにあたって何もないんですか？何もない。うん、いきなり始まっちゃうよ。ちょっと船長酔ってからもうダメだ。もうこれ配信のスキルが今ゼロになってる。どうしたらいい？ラミーさん助けても、配信のスキルがゼロだよ。え、まず、まず落ちたこと言った方がいいんじゃないですか？あ、はい、ということで、ね。ただいまとかないんですか？ただ、あ、皆さん、ですね、ただ先ほどの配信なんですが、ちょっとラミーさんのおっぱいでバーンされてしまいました。人のせいにすな。謝罪、謝罪はどうした？雪花ラミー、謝罪は本当に、誠にラミーが出てきたことにより。ちょっと、ちょっと、ラミーさん、こんな先輩の圧に負けちゃダメ、抗わなきゃ。あー、じゃあもう一回言ってもらっていいですか？いや、これは、ちょっと雪花ラミが出てきたせいでバンされてしまいました。おい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 ってことです。いや、ラミさん、これからのね、先輩にね、圧をかけられてもね、決して負けないよう、強い心でね、立ち向かっていってください。わかりましたか？わかりました、わかりました。逆に殴り返すという感じで、もう船長がね、こう圧かけてきても、何クソという気持ちで逆に殴り返してくる、その勢いでね、叩き潰すんですよ。わかった？わかった。逆になんか、ちょうどいいなんか一言みたいなないんですか？こう、何でも通用するこの右ストレートフックみたいな言葉ないんですか？何それ。え、あの、先輩が圧かけてきてうぜえ時に、黙らせる。それ言ったらラミーがうぜえと思ってるみたいじゃないですか。ちょっと黙らせる。え、そしたらやっぱあの、ラミーさんの可愛い声でね、ほうほう、うるさい、殺すよ、暗黒美少女、これよ。暗黒美少女よ、これか。ラミーさんの暗黒美少女まで必要なんですか？暗黒美少女も浮かべて、そしたらね、暗黒美少女浮かべればいいんだ。ちゃんと笑いながらね、ちょっとうふって笑いながら、殺すよ、暗黒美少女、こうよ。じゃ、ラミさんの暗黒美少女で転がれてぇなぁ。あー、なるほど。そう。うるせぇ、殺すよ。いや、気持ちよくなっちゃったな。ちょっとすごい良かった、今の。ちょっと、マリちゃんがぐるぐるしてるけど。え、ぐるぐるしてる？何？船長が？え、配信が？配信がぐるぐるしてても。配信ぐるぐるしてる？やべえな、ちょっと。もうめちゃめちゃだよ。ちょっとラミさんのおっぱいのせいでしょ。ちょっと、謝罪しろ。おっぱい大きくてごめんなさいって言え。うるせえ、殺すの。
マリン先輩が言えって、マリン先輩が言えって言ったから。涙出ちゃったじゃん。あー面白い。ラインさん、これから仲良くしたいな、船長。え、仲良くしてくださいよ。え、なんか結構ね、船長のピカチュウとラミさんのニャースでね、コラボしてほしいってね、言われるの。そうなんですよ。え、でもさ、ラミも言われるんですよ。それ聞いてさ、なんか気づくことない？ラミさん、それ配信的にさ、何かさ、思うところない？言ってごらん。え、うん、な、ね、これ何？何振られてんの？いや、違うの、船長は思った。あのね、ラミさんのニャースと船長のピカチュウだった場合、はいはい、あのね、船長はピカピカしか言わないでしょ。あ、そうですよ、ラミしか喋れないでしょ。どうすんのこれ、大事故。ちょっと待って、あのさ、成功するかどうか確かめたいから、一回テストでちょっとやってみない？え、あ、いいですよ。あとでもマリー先輩でもあれもできるじゃないですか。何？あの、なんだっけ、どれ？あれですよ、あの、ぬるぬるしてるやつ。ぬる、え、なに、ぬるぬるしてるやつ。あれですよ、強いやつ。強くてぬるぬるしてるやつって何？何あ、ミュウツー、ミュウツー。ぬるぬるしてないよね、ラミさん。何の印象だよ。なんでぬるぬるしてるっていう。なんかちょっと、皮膚がぬるぬるしてる。してないよ。ツルツルっていいよ、ちょっとさ、センシティブだよ、ラミさん、ダメだよ。ねえ、そうやってすぐセンシティブな方に捉える。いや、でもさ、そんなこと言うけど、うん、じゃあ強くてヌルヌルしてるって言われたらさ、それはセンシティブじゃないのね。ダメですよ、そうやって考えるからバンされるんですよ。バンは二度とごめんながらね、ちょっと頑張って、ね、バンされないようにね、この人は終えていくぞ、ね。え、じゃあちょっとさ、ね、これは、まあ、これはテストね。これを例えば二人でコラボ枠でいきなりさ、何のさ、うんうん、リハーサルもなしにいきなりやったらさ、大事故でさ、終わる可能性があるじゃん。あらかじめだから、こういう突したこの配信の中のこの余興としてちょっと確認したいだけっていうことだからね、こんだけちょっと予防線張っといたから、ちょっと滑ってもね、ちょっと文句は言わせねえぞっていう空気を出して。え、でも、滑るとしたら、だって喋れるラミに原因が。ちょっと。すごい、こっちにプレッシャーめちゃめちゃかかるんですけど。いや、ラミさんは何言ってもいいよ。船長相手には何言ってもいいとされてるから、ほんと安心して好きなこと言って。うんうんうん、じゃあ、オッケーです。ちょっと、まずニャースね、若干ね、音圧が上がるんで、ちょっと、うん、いいよいいよいいよ、少し離れますね。いや、いいよ、離れなくて。なんですか。せき笑いが。いや、大丈夫。今、ニャース、中肉、中肉。離れ、離れなくてもいいからね。行く、いいよ、いいよ。結構、音割れるかもしれないけど。あ、いいよ、割ってこう。音割れニャースでやってこうよ。音割れニャースでいく。うん、行きましょう、行きましょう。じゃあ、ちょっと、じゃあ、ラミさんから始めて行きましょう。いいですよ。それじゃあ、行きますよ。スタートニャースピカチュウ。あー、来ました、おめでとうございますにゃー。ピカチュウ。何言ってんだ、わかってないにゃー。ペガ、ペガチュウ。な、ペガなってんにゃー。ペガ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 ピーピカペガにゃー。え、ペガにゃんだって。やめよう、やめよう、これはもうなかっ、この企画はやっぱやめよう、終わるわこれ。ちょっともう、いや、ちょっと提案なんですけど。何ですか？あの、おそらく喋れるキャラクターをもうちょっと持ってきた方がいいと思う。あ、なるほど。あ、じゃあミュウツーを出せってこと？あ、そうですね、やっぱニャースじゃなくミュウツー主体で行った方がいいと思いますね。ミュウツー主体、ニャースじゃなくミュウツー主体。え、それ一人じゃん、船長。船長一人になっちゃうけど。大丈夫、ラミも喋るんで大丈夫ですよ。あ、なるほどね。じゃあもう一回ちょっとやり直そっか。お願いします。それ行きます。ピーガピーガチュン。え、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。ペガ、ミュウツーどこ行くんですか？ミュウツーは、ミュウツーはここぞという時に出てくるから、ちょっと待ってて。そういうタイプ。わかりました、わかりました。ペガ、ペガチュン。にゃにゃーにゃ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 。ペガ、ペガチュン。にゃー、ペガ、やんだって。貴様、言葉は喋れないのか。言葉を喋れ、私のように。我が名はミュウツー。何を笑っている。シャドーボール。ドゥ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 。何を笑っている。笑うな。にゃ、なんだお前。我が名はミュウツー。
様は誰だ。なーに笑っとんねん。なに笑っとん。ま、かゆすぎあんのか。いや、ごめんなさい。ごめんなさい。ツボ、ツボがちょっと、ちょっと、わかった。じゃあ、わかった。この企画はやめよう。うんうん、もう、なかったことにしよう。これ、リハーサルの結果、ね、ちょっとこれは第一事項が予想されるので、やっぱやめときましょう。そうですね。もう、今だけでお腹いっぱいだと思います。え、ラミさん、酔ってきたね。酔ってきた全く酔ってないですよ。え、そう、なに、もしかして、一人で酔ってんの。いや、一緒にさ、酔っ払って、ちょっと変な風になろうよ。ちょっと変なムードになろうよ、一緒に。変なムードとは、うん、もうだいぶ今変なムードですけど。え、そうだったの。え、なんかラミーさんだけさ、なんかすごいさ、クールでさ、ちょっとどうなんだってさ、気持ちなんだけどさ。あ、なるほど。ちょっとでもラミーそんなに簡単に酔えないんですけど。あ、そ、一気とか言ったらこれこれこれアルハラってやつ。これあアルハラ、もうそれはちょっとこれはちょっとまずいですね。ちょっとラミーのまた暗黒美女が出ちゃう。殺される、殺される。え、ラミさんね、またなんかコラボとかしたいねって思ってる。船長は、ラミも前から思ってますよ。で、船長と何したい？一緒にさ、でもさ、やっぱさ、お酒飲んでさ、ふくふくになってさ、配信だって今船長一人で酔ってるけどさ、二人でさ、酔っ払ってさ、あ、いいですよ、じゃあ晩酌配信します。したいよね。え、いいでしょ。じゃあさ、オフし、オフ、オフ、オフ、いいでしょ、いいでしょ。オフでお酒飲んでさ、ね、いいでしょ、いいでしょ。え、そしたらツンツンしてもいい？ツンツンしても。え、何をツンツンするんですか？え、どこツンツンされたい？え、うん、まあ、どこがいい？顔とか。あ、顔、あー、うーん、あー、そういう感じなんだ。あー、え、逆に、え、マリン先輩はどこツンツンしていいんですか？え、先生全身気持ちいいからどこでもいいよ。どこでもツンツンして。人のツンツンに快楽を求めないでもらってもいいですか？いや、でもやっぱりせっかくツンツンされるならね、ついでだから快楽も求めておいた方がやっぱコスパがいいじゃん、やっぱ。え、せんちゃん効率結構気にするからさ。ね、やっぱコスパよく。ラミーのツンツンに効率とかそういうのやめてもらっていいですか？いや、じゃあいいです。じゃあ触んないんで大丈夫です。なんで？え、そんなこと触んねえ。これもしかしてさ、ねえ、これうざい船長、もしかしてうざい。え、正直に、正直に言って、正直に言って、え、このさ、ノリもしかしてうざいのかな。うざくない。逆にマリン先輩がそうじゃなかったらラミ泣いちゃう。泣いちゃう、泣いちゃう。そっか、でも今酔ってっから、多分普通の時コラボしたらもっと冷たいけど大丈夫？それはそれで辛い。なんか、もう辛い、それは辛いから、ダメです、うん。あ、うざがらみって言われる、うざいのかな。うざくない、うざくないですよ。全然うざくないですよ。え、なんかもっとうざくされたい。あ、もっとうざくされたい。うざくされたいですね。え、どんなのがいい、どんなのがお好みで。あ、でも基本的にはもうなんか、うん、もう全然、なんだろう、ツンツンしてんのってもう甘々なのでも、うん、マリ先輩のこと大好きなんで、なんでも受け入れますよ。ラミー、ラミーさん、あ、どうしたのマリン。ラミー、うん、どうしたのマリン。どうしたの、よきよき、かわいいね、どうしたの。あ、あの、ツンツンのことツンツンしてくれる。だから快楽を求めないでほしいんですよ。バレた、快楽を求めてるのか。ねえ、いつ、ねえ、次いつ会えるのね、ラミー。いつ会えるの？もう全然、いつでもいいよ。ねえ、なんかさ、私たちさ、青とさ、赤でちょっとバランスいいんじゃないの？ねえ。あ、まあ、確か黄色がいたら信号機ですね。え、黄色も入れる。誰がいい？黄色担当。ねえ、ラミーさんは誰がいい？黄色。え、誰でもいいですよ。ね、誰でもいいとかさ。オフですよね。オフ、あ、そうだね、オフで。お酒飲める。あ、いいね、お酒飲んで。え、みんなでさ、つつき合える人物がいいよね、やっぱり。ツンツンしてさ。ラミはつつくとは言ってないけれども。え、つつかないの？わかった、わかった。あ、じゃあもう、マリン先輩は、その、黄色の方につついてもらい。ね、なんで嫌な、何が嫌なのね、なんで嫌なのか言ってみろや。じゃあわかった、両端からつつきましょう。ね、マリン先輩真ん中で。あー、つつかえちゃうの。せいちゃんもつついていい？ラミさんのことさ。あ、え、いいですけど、ラミは別にそれによって、あの、何らかの感情を覚えることはないですよ。なんそのさ、突き放してく。なんか、フラグを追ってきてんね。あ、でもそれがあれなのかね、やっぱラミーさんの低層金とかちょっともうボタンに捧げましたみたいな感じでさ、ね、他にはなびきませんみたいな、それがラミーさんの美徳なのかな。じゃあそういうことにしておこう。あ、そういうことにしておくと。
うん、なんか、なんかちょっとさ、寂しくて距離感じますね。さ、寂しくてさ、今切れないんだ、うん、今寂しくて切れないの。あ、そっか、そう、で、船長もこんな、いつまでもね、ね、後輩にだるがらみしちゃいけないって本当に心から思ってる、本当だよ、本当に思ってるんだけど、なんかすごく寂しくて、どうしても今切れなくてさ、どうしたらいいと思う、こう、切れない。次の人にこけたらいいんじゃないかな。え、誰がさ、誰ならさ、誰ならいいと、誰ならいいと思う？ラミーさん。いけそうな。指名制？そう、指名制。あ、なるほどね。そうですね。次の、金色っぽい方、じゃあちょっと、一気繰り上がって、わためさん、わためさん。わためか、ちょっと行ってみるか、ちょっと。わため、わため、わため。わためわため、うん、今ね、送ってみた。今送ってみたね。返事あるかな、返事あるかな、ねえねえねえ、あるかな。あれあれあると思う。あるある。大丈夫。前のマリーちゃん、あるよ。ねえ。返事来ない。はい。10秒、20秒じゃ、これね、まだね、今、気づいた。今、きっと気づいた。返事来ないよ。ダメだもん。ダメだ。返事来ない。諦め早くないです。だって来ないんだもん、返事。でも終わった。じゃあ待って、来た来た来た来ました。来た。誰誰ですか、誰ですか。待って、わためわためわため先輩。どうしよう。マリン、ちょっと配信中って言おうね。配信中。そうそうですね、大事大事。わためともね、ちょっと親睦を深めたいとね、思っていたんだよね。ちょうどいいじゃないですか。じゃあ、え、もしかしてさ、ママなの、うん、ラミーさん、船長がこうやってさ、みんなと親睦を深めるのをさ、見守ってくれるママなんだ。うん、え、まさかここにいるんですか。ママ、ママな。いや。え、なに、もう帰りたい。帰りたい感じ。わかりました。じゃあ、渡辺さん、いいや、ちょっとでも帰りましょう。あ、二人のね、中盤のお邪魔なとかね。そうなんだ。でも配信で見守ってるから、ママ。え、ママさ、ちゃんと船長のこと好きなの？ねえ、大好きですよ、ほんと。これ嘘じゃなく、ほんとに大好きですよ。ほんとに？ほんとに？大好きですよ。え、じゃあどういうとこが好き？あ、まず一番、ちょっとこれ、渡辺先輩大丈夫ですか？でもね、今ちゃんと返事ない。なるほど。いや、ナミーの、じゃあマリン先輩の好きなところ、トップ3を言いましょう。なんだろう？何？まず、一つ目は、とにかく話の引き出しが多い。え、そうかな。すごい話の引き出しが多い上に、一つ一つの話が面白くて、そうかな。なおかつ、結構そう、起承転結がはっきりしてるから、見ててすごい楽しい。今日それあった？今日それあった？今日、マリセカの話見てなかったんですって。もう一つ、じゃあ2番目ですよ。もう一つは、声がものすごい可愛い。嘘。そうなのかな。声可愛い、もう大好き。もうデビューの時からすっごい好きなんですよ。嘘。本当に。本当？もうデビュー初配信何十回見たか分かんないぐらい見てます。じゃあ何ですか？チューする？あ、あれ？いいですよ、いいですよ。うん、チューしましょうか。また、どうしたの？またコラボしようね、また。おー、あ、なに？お、切り上げですか？ちょっと待って、いきなり？ちょっと。いや、また目からね、いいよって来たから。あ、なるほど。まだちょっとロミ。じゃあ次に、あ、すごい簡単に切り捨てるじゃん。違うよ、切り捨ててない。またコラボしたいなって思ってるし。ほんと、じゃあ3つ目のところはまたコラボするときに言いますね。わが、楽しみにしてますね。じゃあまたコラボしましょうね。はーい、じゃあまた今度。じゃあね、ありがとう。渡辺さん。違う、冗談。あ、完全に脳みそがそっち行っちゃってんじゃないですか。用事か。あ、違う、ラミさん、本当にありがとう。またコラボしましょう。はい、また今度。また殺してくれる？せーの。はい、どうぞ。え、殺すよ。殺すよ、マジ良すぎる。殺すよ。